栗や黒豆など全国的に有名な丹波篠山市の秋の味覚兵庫県では今月15日から野生鳥獣の狩猟が解禁され本格的なボタン鍋の季節を迎えましたボタン鍋とは味噌をベースにしただし汁にイノシシの肉と季節の野菜を入れて煮る鍋料理。 笹山市が発祥とされ古くから親しまれてきた郷土料理ですうんとってもやわらかいですし臭みが全くないですねやっぱ味噌のだしも染み込んでてすごいおいしいです今年3月 文化庁が地域で受け継がれてきた食文化を継承することを目的に創設した100年風土に認定されたことでも注目が集まっていますしかし量が少なくて足りないというのは現状ですねなんとかあの自転車操業であのやりくりしてる丹波笹山市を含む丹波地方は野生イノシシの狩猟が盛んで 市内にはおよそ40軒ボタン鍋を提供する店がありますしかしこの名物をめぐり困った問題が発生しているのですいやものすすごいい悲しいですねやっぱりもう地元のねやっぱりこの特さんもねぜひとも食べていただきたいんけど丹波篠山って言ったらボタン鍋昔からね 今年は地元の野生イノシシ肉を使ったボタン鍋が、店では食べられないというのです。実は去年、兵庫県内で初めて、丹波市内で野生イノシシの豚熱感染が確認されました。豚熱とは、豚やイノシシが感染する病気で、強い伝染力と高い致死率が特徴とされ、 県県にによりままますす。と、今月15 148日までで兵庫県内で頭の感染が確認されていますこの事態を受け国は感染した個体が発見された場所から半径10キロ圏内の感染確認区域で捕獲した野生イノシシの肉は市場への流通や他人への譲渡を行わないよう求めています。

影響は野生のイノシシ肉を扱う専門店でもこの店では例年およそ300頭の丹波篠山産のイノシシ肉を仕入れていましたが今年は地元産と変わらない品質の肉を探して県外から仕入れています PCR 検査をやって陰性のものそういうものはをあの仕入れられるような仕組みをね兵庫県がぜひ作っていただきたいと。 そうすれば兵庫県のイノシシが安心な安全なそういうものが皆さんにお届けできると思います地元で愛される郷土料理ボタン鍋丹波篠山産のイノシシ肉で食べられる日はいつになるのでしょうか